エーラート級コルベットは、イスラエル海軍のコルベットの艦級。形式名は、サール5型。なお、建造単価は2億6000万ドルとされている。イスラエル海軍では、保有する駆逐艦、護衛駆逐艦、特にその艦砲火力の貧弱さを背景として、1960年代、初頭より、ミサイル艇の計画を推進していた。まず、 西ドイツ海軍のヤグアル級魚雷艇を発展させたサール級が続いて航海での作戦に対応して大型化したレシェフ級が配備された。1973年の時点で在来型の駆逐艦フリゲートは全廃されており第四次中東戦争ではこのミサイル艇隊が主要な水上戦力となったが数的な劣勢にもかかわらずラタキア沖海戦 ダミエッタを機械戦で干渉を収め、戦争の奇数に大きな影響を与えた。その後もミサイル艇隊の増強が進められ、1980年にはヘリコプター搭載艇の運用を開始、1982年には水中翼ミサイル艇も導入された。またこれと並行して、1980年からは次世代艦艇の検討も開始された。 この艦艇は新しいテクノロジーに対応できるように1200トン級まで大型化し、対艦ミサイル防御用の艦隊空ミサイルや対戦戦能力を備え、ヘリコプターを搭載するものとされた。これらは在来型の3倍近い排水量を有し、従来の小型多数の思想を外れることから議論の的となった。この大型化は将来のテクノロジーに対応する余地を確保する、 ためとされているが、ジブラルタル海峡までの地中海上のシーレーンを確保するとともに、公開出口の海上封鎖への対抗策としての狙いもあると見られている。1988年春には建造が決定され、発注は1989年2月8日に行われ、建造は1992年2月24日から開始された。設計は、 ジョン・ジェー・マクマレンアソシエーツ社、イスラエル造船所及びインガルス造船所によって行われた。本級の最大の特徴がステルス製の重視で、ステルス艦の格子とも評される。レーダー反射断面積の削減のため、船体は V 字型に、上部構造物は逆 V 字型にテーパーしているほか、環境構造物もシンプルな平板を特定の角度で張り合わせた構造となっている。 表面には電波吸収体が塗布されている。また赤外線副射を低減するため排気には冷却措置が講じられているほか、水中放射雑音低減のため、マスカーアップレイリーも装備されている。船体は、高性、上部構造物はアルミニウム合金製とされた。高単性確保のため、船体は11個の水密区画に区分されている。なお、 イスラエル艦艇の通兵として、上部重量への無頓着差があり、本級でもトップヘビーをもたらしており、下記の通りに当初計画から、兵装の削減を余儀なくされている。主機関は、巡航機として、V 型12機頭のマトゥー 12V1163、TB82 ディーゼルエンジン2機、高速機として、LM2500 がスタービムエンジン1機を搭載し、 コドック方式で二軸の亀は射程可変ピッチプロペラを駆動する方式とされた。水中放射雑音低減のため、手記は防振指示とされている。なお電源としては、シーメンスマトゥー射程のディーゼルエンジンを原動機とする、出力4 7 0ットの主発電機を4機搭載している。MF スター搭載回収後の関営本級は、満載1200トン級のコンパクトな艦隊に、 充実した装備を行っており、ポケット巡洋艦とも称された。しかし重武装化は重心の上昇を招いており、手法として 76mm 砲を搭載するよう、計画していたものを20マシュダブリュスとし、また当初は艦隊艦ミサイルとして、ハープーンとガブリエルを併載する計画であったものを全車のみとするなど、一部兵装の削減が行われた。 またはラクアイ股間防空ミサイル用の VLS も当初は煙突後方のスペースにさらに32セルを搭載する予定であったが、これは実現せず、代わりに衛星通信装置の設置スペースとして用いられている。センサも充実しており、水ん上には対空捜索用の二次元レーダーであるアン、TPS-44 を、また全照上には 低空警戒用の3次元レーダーである LM-2218S と、対水上捜索用の案、SPS-55 が設置された。ソナーとしては、7kHz 級の江戸796を、ハルドームに収容して搭載しているほか、栄光ソナーの後日装備も考慮されている。沿海域で活動することもあって、電子戦装備も極めて充実しており、全焼周囲には、 NS-9003A 電波探知装置の環境構造物量源には、LAN-110 電波妨害装置のアレアンテナが設置されている。全、小柱丁部に、ナタックスン未通信情報、方向探知装置のアンテナが配されている。また、環境構造物量源とハンガー上には、大型で、旋回、不要式の D シバー72連装デコイ発射機が、 設置されている。その後、2014年より、レーダーと艦対空ミサイルの完装が開始された。この改修によって、L-M-2218S と案 TPS-44 は機体ごと撤去され、代わって、L-M-2248MF スター、多機能レーダーが搭載された。環境上には3面。 後部上構え上には一面のアクティブ、フェーズドアレイアンテナが設置された。また、艦対空ミサイルも、より長射程のバラクマイナス8に換装された。なお本級は、共同艦としての行動が考慮されており、機関設備を有する。当初は8隻の建造が計画されていたが、後に4隻に削減され、さらにオプション扱いだった4番艦は、 正式発注に至らなかったため、最終的な建造数は3隻に止まった。また後には、サール4.5型の更新のため、本級をもとに3000トン級まで大型化した、発展型5隻の建造が計画され、2001年より、インガルス造船所の後ろ身である、ノースロップグラマン社との間で交渉が開始されたが、こちらは、予算上の問題で2007年に断念された。 2006年7月14日、ハニトは、レバノン号機で行動中、ヒズボラが発射した、イラン製 C-800 日対艦ミサイルを、被弾した。この攻撃で4名の水兵が戦死したが、艦は30日以内に艦隊に復帰した。ありがとうございます。